受験に行こう、龍雲寺さんです。こちらの墓所はですね、まあ、亡くなった時の遺言ということで龍雲寺さんになってるんですが、こちらは今川氏の本拠でありました、まあ、今の駿府城ですね、駿府今川氏館、そちらから鬼門の方になるということで、受験に行こうがですね、わざわざこの地をですね選んで、埋葬してくれという遺言のもとに作られたそうです。まあ受験二皇といえばですね、もう3代約40年にわたってですね、今川家を支えた、まあ、ずばり女戦国大名ですよねと言われている方です。まあその40年間もですね、最大の難事件は今川義元公桶狭間の戦いで戦死と、まあ、普通だったらやっぱりあれだけの大大名がですね戦死して一瞬にしていなくなってしまうと、まあ、もちろん今川王国とも言うべき、大国はですね他の重臣たちに支えられて、すぐに崩壊するとは思いませんけど、この方がいなかったら、まあ、ほぼ同じ領国を維持しながらですね、まあ、松平元信元康は岡崎で独立と、まあ、ちょっと今川に反する形になりましたけども、まあ、それでもですね、まあ、駿河遠江は抑えていて、まあ、三河方面もですね、まあ、勢力を維持していたということが言えると思うんですよ。そんな状態でよく支えていたなと、まあ、夫が氏照公ですから、氏照公も幼少の時に苦労したという話は他でもしてるんですが、もう墓所、墓石見えましたね。こちらですね、場所はすぐ分かると思います。受験2校墓所って書いてありますから。